最近のそのがんの告知っていうのはですね、こう昔のテレビドラマとか映画と違って全然深刻じゃないんですね、うん、でなんか中尾さん風邪ひいてますよみたいなのと同じように、あ、林さん胃がんですからみたいな感じであっさり言われちゃってですね、はぁって感じだったんですけど、なんでよくこうがんって聞くと頭が真っ白になるですとか、俺も死んじゃうんじゃないのとかって思っちゃうとかっていうのは全然なかったんですね。あまりにもあっさり言われちゃって、大多数の方はそうだと思うんですけど、自分ががんになるなんて夢にも思ってませんでしたから、そのがんっていう病気の怖さみたいなものも認識できてなかったですし、最初に聞いた時にはなんかこう、まあ、自分元に思えなかったっていうのが正直なところです。もちろん手術をした後はお腹を切ったわけですから痛いですしっていうことで のだん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 深刻度は増してきたんですけれど、退院するときに先生から今後の治療についてみたいな詳しい説明をしてくださったことがあったときに、ステージ3の方の場合だいたい5年の生存率って 50% なんですよねって言われたときが一番ショックでした。5年間生きられる確率みたいなものが極端に低下しましたから、やっぱりその自分にとって本当に大切なものは何なのっていうことを嫌でも考えさせられたっていうことの変化はありました。自分にとってその病気をする前に一番嬉しかったこととかやりがいがあったこととかって何だったのかなと思ったんですね。私まあ実は学生時代にマジックサークル、手品です、ね、手品をやるサークルに入っていて、いわゆるボランティアという形で、例えばこう老人ホーム行ったりですとか、まあ、子ども会行ったりとか障害者の方の施設に行ったりとかってこうボランティアをやっていたんですけど、なんかそういうのがこう終わった後っていうのがなんかこう一番こう、まあ、やりがいっていうか爽やかな気持ちというかになったっていうのはなんかこうすごくこうふつうつと湧いてきましてですね、やっぱりそういうふうにこう何かこう社会貢献みたいなことでですね、自分の時間をしっかり使っていきたいなっていうふうに結構ぐるぐるは回ったんですけれど、そこに行き着いたっていう感じですかね。例えば人材派遣ですとか人材紹介とかってことも聞いたことあると思うんですけど、はい、こう例えばデパートにこう販売をする方とか、受付をする方とか、そういう方々のこう、キャリアコンサルタントって言ってですね、はい、こうどうやってこうキャリアアップを図っていくですとか、まあ、自分の仕事のこうやり方はどうなんだみたいな、結構みんな悩むんで、そういうことの相談に乗るっていう、そういう仕事もあるんですね。でそんなんで、まあ、今は自分が病気をしたということと、まあ、そういう資格を取ったということで、まあ、この病気と仕事の両立支援っていう、これをまあ一つ熱中してるっていえば熱中してることとして、あとはそのさっきの胃がん の患者会っていうのがありまして、その中でやっぱご相談に乗ったりですとか、まあ、ご相談に乗るっていうか話聞いてるだけですけれど、とかっていうことが今はさっき言ったその社会貢献ということで言えばですね、一番熱中してることかなって気がします。よく病気になってすぐの時は自分もそう思いましたけど、がんと戦うっていう言葉をよく使いますよね。で実際抗がん剤の治療とかすごく辛いですから、我慢とか耐えなきゃとかっていう意味では戦うっていう言葉は正しいような気もするんですけど、やっぱさっきの生きるか死ぬかっていうようなところまで行った人間としてやっぱりがんのことをものすごい勉強しましたから、で悟ったことはですね、やっぱりこれって自分の体の中からやっぱり起こったことじゃないですか、うん、だからその誰が悪いとかっていう自分が悪いとかってことではなくて、やっぱり自分の細胞の一つなんですよね、がんも。そういう意味で言えばその戦うだとか、これはなんかこうとんでもない存在なんだとかっていうふうな思うんじゃなくて、がんと共存していくんだっていうふうに思えた時にすごく気持ちも楽になりましたし、やっぱりこう自分の体の中で起きたことをまあ容認していくっていうんでしょうかね、まあ、そういうふうにこう共存できるようなっていうふうに思った方がいいんじゃないか。